最大10万円値下げ。 トヨタ自動車、国内で売る小型車、アクアや高級車、レクサスなど一部の新車の価格、実質、5万から10万引き下げます。新型コロナウイルスの感染問題で停滞する新車の販売を手こ入れするのが目的です。値下げ原資を販売店ではなくメーカーが負担する措置でトヨタは金融危機の時も実施していませんでした。5万から10万円の値下げで新車の販売台数が増えるのかどうかということも あるんですが、富士さんどうなんでしょうね。これね。いや、もう、これ自動車の販売台数がものすごい減ってるんですよね。<laughs> えー、もう、それでも値下げするってことから、要するにデフレ圧力がかかったってことですからね。えー、でこれでまた足らんかったら、もっと値下げするみたいな話になってね。<laughs> はも、い、しだら、トヨタの、まあ、社員さんの給料が下がるじゃん、当然ですけど。<laughs> えー、関連産業が下がってるんです。はい で、自動車産業っていうのはピラミッドの形を成しててね、トヨタを頂点とする様々な、あのー、産業というか工場というか供給者がピラミッド上に存在しててね、はい、で一番上が値下げしたらもう全部値下げになってって、うん これはもう賃金の引き下げ圧力にこうかかって。えー、だからデフレあのコロナ禍というものは、一義的には健康被害ですけど、二義的には経済被害になってるわけですけど、この経済被害がこれからじわじわと実体化してきたと。えーえー いうことの象徴ですよね。うん、はい。えー、この動きを受けて他の会社も値下げを断行する可能性があります。すね、えー、トヨタ値引きを踏まえて2020年の販売計画、2019年と比べて13%減少の140万台とします。うん、えー、値下げで経済を回す。だったら消費税下げればっていうふうにも思うんですけどもね、うんそうそう。100万円の車だったらそれで10万円値下げなわけ、はい、ですから。えー で、その値下げの分は、労働者から1円も取らないで、はい、財務省、自分でお金をすれる財務省に入るお金が減るだけですから、えー、お前税金取らんと自分で金すっとけよ、お前って話ですからね、はい、財務省は。えー、だから、お前消費税何取ってんのお前、頭悪いんか、お前。<の>応援してよって思いますけどね。そうですね。もう、GoTo ト,トラベルやってばちゃうぞ、お前。っていう<くっ> <laughs> ゴトゥトヨタでもゴトゥニッタでも何でも言えないかお前ですよそんなものねえいや何やってんのこのようですよいやですからまあいよいよこの自動車も値下げなんてことで今ねあの藤井さんもおっしゃいましたからデフレ傾向になってるさらにですよだったら消費税を下げてくれてもいいような気がしますよねデフレを怖がってるんですから政府はゴトゥトラブルじゃなくて消費税ゼロをやりなさいそれだけですはいカナダさんのマルタ初の TPP 違反の それ。 tpp 関太平洋経済連携協定で、えー、増やすはずだったカナダからのマルタの輸入が逆に減っているという話題です。カナダ側2国間の取り決め記した交換公文、公の文書に日本向け輸出を許可すると明記しましたが今年4月の入荷ゼロです。現地企業のストライキなどの影響が出た模様ですが農林水産省あと関係者自体重く見ています。日本木材の6割強を入 輸入に頼っていますリア庁によると合板などに使うマルタの去年の輸入数量カナダからが28%アメリカが50%ですからあのアメリカに次いで多いんですねで、輸入マルタ国産材と組み合わせる合板作りに欠かせないで強度を保つのに役立っています輸入増やせれば国内製材業や林業の振興にもつながるんですねで、カナダは国内に買い手がない場合に輸出を認める許可制を導入 していて tpp では一歩踏み込んで日本側が安定調達できる仕組みを整えましたしかし木材大手のストライキなどで去年から丸太の供給量は減っていますカナダ国内の需要を賄えず輸出に回せなかったと見られていますただ日本が求める輸出を認めなければ初の tpp 違反となる恐れがあるとまあ、こういう状況なようですねなんかもう泣きたくなりますね、はい、こんな話聞いてるとね、はいえー あのね、はい、京都市北区に住んでるんですよ。はい、北区といえば北山のすぐ近くでね、はい、北山杉がいっぱいあってね。えー、で、近所にもその木材の、そのいろんなお,あのお店というか、まあ、製材ね。製材の工場というか、あるんですよ。えーはい、それがもう全然不況でね、もう全然売れないわけですよ。はい、で、必死になって北山杉使ってテーブル作るだとか家作るだとかいろいろ言ってはってね。えー でも全然産業振興できなくて、もうダメですわ、ということになっとるわけですよ。お前、えー、政府見たら何してるかやったらカナダに気くれ、気くれ、言って。はい。ちょ、っとこっち、おいこっち見てくれおいカナダじゃ待ってちょっと北山見てくれと思、えー、って、おい、こっち、北山すぎおいって、えー、言ってんのに、全然聞かんとね。はい、カナダに、いや、ちょっとカナダの木材が欲しいんだ俺は、<laughs> お前んところの方が安くていいから、ちょっとくれよって言ってるわけでしょええー。おい もう、さっきやるでーって。あれーっての無視されまくってるわけでしょそうじゃないですよね。もうね、悲しい。僕はでもあんまり感謝やからもうなんか、かばんでようなテーブルこうたりね。はい。もう別にやらんでようなところの、なんか、風呂フローバーも気にしたりね。もうなんか、一生懸命傷に過ごてんのに。ええ。かなだか、おい。こっち、こっち、こっち買ってくれーこっちです。こっち。はい。 骨太の方針、防災減災対策を強化。こちらについて話を聞きます。西村経済財政担当大臣は、経済財政運営の基本方針、骨太の方針に、防災減災対策の強化を重要施策として盛り込む方針示しました。九州中心に豪雨災害頻発していることを踏まえて、国民の命と財産を守るため、国土強靭化と防災減災を 大きな柱として位置づけると述べました。先週の経済財政諮問会議に示された骨太の方針原案では、新型コロナウイルス感染対策やデジタル化の加速、まあ こちら柱に掲げましたが、これに対して自民公明両党から防災減災対策に関する記述不十分と注文が相次いでいました。骨太の方針に防災減災対策のこの強化、重要施策として盛り込む。これ藤井さんいかがですか、うん、これね、えー、非常にふざけた話でね。ふざけた話。これね、なかなか異例とも言えるんですけど、えー、まあ骨太の方針ってその内閣がやる政府がやる仕事の中でも トップランクに重要、はい、ってか、トップランクでかもトップに重要な、えーはい、あのー、まあ、会議というか、文章なんですよ、ね、ほん、えー、の方針はね。えー、で、その文章にね、まあ、今回ちょっといろいろと削除しますねと、はい、大事なことだけ書いて、大事じゃないことは、記述落としますから、って言って、国土強靭化落ちてたんですよ。はい、あれでもうね、自民党の国土強靭化、あ推進本部のね、はい、議員の皆さんとか、公明党の防災減災とかやってる人がね、もうお前らアホかと、 な、な、何削ってんだお前言ってね。えら、ー、い揉めたんですよ。はいで。で、異例のことで、ね、ちょっと書き、書き換えます言ってね。えー、書き換えて、柱に据えます言って。ええー。で、もう一回またやり直し。もうやり直しよお前って突き返さない。だから、はい、与党、なかなか頑張るんですよ、与党も。えー、自民党、公明党がも、ほかって突き返して、えー、で、国土教授が入ったと。はい、で、その入る時に、西村さんが柱に据えますと。まあ、こう言ったんですけど。はーはーっていうか、<laughs> 突き返されるようなもん出すなよ、お前、ね。これダメ出しがなかったらじゃあ。そもう,もうそのままスルーなんですよ。スルーで、今財務省はね、ええ、今回ね、国土強靱化をもう、目の敵にしてね、<う>とにかく国土強靱化もこれ以上もうできないから、つってね、<う>死ぬほど寝回ししよったんですよ、ええ、財務省が。もう、はい、ちょっと細かいこと言わないですけども。ええ、もう、まあまあ、ごめんなさいね。あの、ちょっと、その中でいろいろとお仕事してるっていうか、まだあれしてますからね。ええええ もう、でも国土強靭化さえ抑え込めば。はい。 我がが財財務省かららのの政出動は削減減でできき、ええ、国債発行額を減らすことができるのだとでちょっと待ってください。今回だって熊本の熊川とか、そうでケース見てそう,どう言えるかってことですよ、ね。それでも勝つですよ。GoTo トラベルキャンペーンも半年前に決めたこと今やってるのと同じように、ええ、財務省はとにかく今回は国土強靭化を抑え込むぞと。はい、もうカウント3をあのバトルロイヤルで取るときになんか一人のレスラーに10人ぐらい乗っかってレピンフォルトルみたいなね。 ああいうシーン昔から新春ジャイアントシリーズだったじゃないですか。1月2日からやってた。お詳しいですね。ババさんが最初にフォールされるみたいなそんな感じで、もう国土強靱化を、もう財務省が酔ってたかってピンフォール取ろうとしよったんですよ。今国土強靱化、ジャイアントババになりましたからね。はい。やろうとしたわけですよ。それでも、いやでも熊川決壊してるし、お前と。それでもピンフォール取りに来よったんですよ、こいつら。青かお前あえて切れたっていう話。は で、これでようやく去年と同じレベルになったんで、ええ、で,でも去年と同じレベルになったところでね、ええ、大して増えてないんですよ。僕からしたら10年で200兆使えと。そうですよ、ね。年間20兆増やす、お前からしてる僕はね。ええ、去年でどうだったかって,言って、3年で7兆円増やします、みたいな、ね。はい。せこいな、お前。それで大丈夫かってことなんですね。いうことなんですね。ここまで3年で7兆でせこかったから、これから3年で20兆ぐらいいけよ、お前、ええとこう。 言ってる矢先でピンフォルトに来てますからね。はい。こふざけるなと思う。この切れてくれと。ここは、党の皆さん切れてくれと。僕は思って願ってたところ、その願いが届いて、一本切れて。はい。まあ去年と同じぐらいになったんかもしれませんけども、はい。それでも全然足らないですよ。そうですよ。死んでますし。はい。熊川で。残念ながらね。全国の土砂災害の危険地帯でも土砂災害が起こってなくなってますし。 本当、ね、間接的人殺しですよ、インダイレクトマーダーズですよ、からはえー、間接的人殺しを訳しただけですけど、いやいや横文字で言うとそうなるんだなと、<laughs> 今<私>インダイレクトマーダーズですよ。いやこれは考えてもらいたいたですね <laughs>